ウィースポーツというわけで、今回はウィースポーツの方やらせていただきたいなと思います。皆さん、よろしくお願いいたします。で、今回何やろっかな。テニス、ベースボール、ボーリング、ゴルフ。ま、いろいろあるじゃないですか。まあ、今回は王道のテニスをやっていこうかなと思います。みんなテニス大好きでしょ唐揚げと同じ理論だね。さあ、行きましょうか。任せてください。僕、テニスマジでうまいんで。だって見てください、みんな。あ、あと自己紹介送れました。僕ね。 あの、Wii スポーツの方で、ちょっとプロやらせていただいております。リテって言います。よろしくお願いします。で、これさ、一人でやるのも、まあ悪くないんだよ。一人でやるのも悪くないんだけど、もう今回コンピューターと仲良くやろうかなって思います。で、えー、っと、ゲーム、選手はまあ3ゲームでいいよね。いきます。お願いします熟練度49 <laughs>。お前これプロの戦いだぞなんでテニス、テニス歴2日のやつがここに走ってんだよ。行くぞ。熟練度49でそんぐらいだよね。ガスいただきます。 お願いします。お願いします。お願いします。いきます。これガチだからね、みんな。これプロ同士の戦いだから、一人違うのにだけど、いきます。まあ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 。早いサーブ打てないんだね、僕ね。<laughs> ごめん。プロになってあれなんだけどさ、僕、え熟、ー、練度戦後だったじゃん。だからまだ卵なんだよ、プロの。プロの卵だから、全然ね、早いサーブってないんだよ。ちょ本気でやってみて。一回実況のことを考えないでいく,いくよ。うん、マジで打てないわ。実況のこと、<laughs> 実況放棄してさ、マイクからすりゃ離れて、すごい本気で。ちょっと待って、バックも下手か。 なるほど。でも皆さん、こっから巻き返します。任せてください。おいやあ、濃じゃね、行くんだ、自分が行きます。いや、うますり、マジで。こういうね、確実に確実に入れるサーブがマジで大事なのね。テニスって。でもこのゲーム、フォルトって概念がないからね。<laughs> そう、フォルトって概念がないから、いかに速いサーブを誰が打てるかみたいなね。意外とそれで勝率決まるね。勝率決まるっておかしいね。はい。いこれ、高数チャーってとか僕苦手なんだよね。これ左に打ちたいんだけど、うん、アウトよっしゃネットナイス。ナイスマット。よし。 さあ、行きます。3ヶ月ぶりぐらいの Wii です。めちゃくちゃ久々。でも3ヶ月ぶりの Wii ってそこまで久々じゃないか。普通にだって何年ぶりかに起動する人もみんなもお尻から Wii とか出してみ <laughs> うーんー、ごめん、マジでごめん。今頭抱えてる。オッケー何が、何があった今。はー、なるほどね。いや、僕の反応がちょっと早かったんだ。ごめん、マジで。マットこれはマジでごめん。行きます。出発。 うーん、無理か。早い、早い打ち方がわかんねこ俺、カットとかあるんだけどさ、どうやってやるんだろうね。僕、カットの、よーし、カットのやり方わかんないんだよプロなのに <laughs>。僕、あの、テニスのプロでやら,やらせていただいてるんですけど、ウィースポーツね。カットのやり方がわかんない。<laughs> いや、マジで苦手。さ後いいや。さあ、みんななんかさ、ニコニコ動画15周年らしいよ。やばくない。<laughs> え、あ、ニコニコってそんなにやってるんだ感あるよね。なんか、えー、もうそんなに立つんだ、じゃなくて、ニコニコってそんなに持ってるんだ感あるよね、なんか。 え、ニコニコってゴキブリって言われてるからな、マジで。え、まだサービス終了してないんだって。逆にすごくね、みたい。不意打ちとはやるじゃないかとはずだけ、だずあき。お前今、不意打ちしたな、今。僕見逃さなかったよ。僕がこんなにのんきに喋ってんのに、お前、不意打ちしてくると。なかなかやるじゃないか。いいよ、僕もガチやろ。ごめん、ほんとにごめん。実はニコニコ動画15周年で、僕ニコニコ動画それいつから見始めたのかなって、振り返ってみたらね、僕ね、ニコニコ動画ね、2014年ぐらいから見始めてたんだよね。で、その頃は今みたいにそのマットとか見てたんじゃなくて、まあマットも当時は見てたんだけど、 なんかね、ゲーム実況の方をよく見てたんだよね。ゲーム実況。そのホラーゲーとか、なんか一人だと、なんか、怖いんだよ。だけど実況だとなんかこう、怖く、怖さが半減されるみたいな。あるから、これ決める。ごめん、マジで。だから、それでなんかホラーゲー実況見て、面白いところがあったら、わらわらわらって言ってたわ。今じゃそんなコメントもできないからね、皆さんコメントもお願いします。待ってます。さあ、コメント稼ぎはやめましょう。はい。 うまいナイス待って、汗かいてきたから嘘でしょ。<laughs> まだ1セット、1セットしかまだ経ってないのに。こいよ。汗がやべえぜ。さあ、マット、頼むよ。で、そう、このゲームさ、なんか、ニコニコとほぼ同期ぐらいで、なんかね、12月2日でね、15周年迎えたんだよ。いや、マジってなったよね。なんかニコニコとは違うよね。もうそんな経つんだってなるよね。Wii? あ。Wii スポーツが 15, ーが15周年ってことは !Wii が15周年ってことな。これ無理だろ <laughs> わーし。 ネットに甘えたな、お前な。怖いよ。ネットって何て言うんだっけレッドって言うんだっけ確か。わかんないけど。打ちます。これ前衛芸って言われてるから。うぅぅぅぅ。<laughs> よーし。Wii ってさ、どの年代でも楽しめるよね、こうやって。やっぱ、体感ゲームってさ、誰でも楽しめるじゃん。ナイス。なんかスイッチでもそうじゃん。あジョイコン使ってさ、なんかこう、体感、なんか VR みたいなあったじゃん、昔。昔じゃないか。最近か。 それなんかすごい人気じゃなかった。ちなみに僕はやったことないし見たことないんですけど。さあ、行きます。でもだって、竜崎疲れてきてね。おい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 。ウィーリギーマック振るだけだぞ。お前もう疲れてんのかよ、おい。お前、プロとしての自覚を持った方がいいぞ、竜崎。でもこうやって相手を罵るしのよくないね。プロ同士ね。これ、正々堂々っていう、正々堂々僕頑張っていきたいんで。待って僕撃てるチャンスがね、だからまたその分頼んだよ。守りの光栄、攻めの前でいくからね。オッケー、攻め、攻めます。攻めすぎたごめん危ねえ、今ナイス。 今、アウトラインだったね、今の。さあ、様子見よう。ここここはい、最強。よーし。1セット取り出したとりあえず。待って、僕も疲れてきた。やばい。<laughs> 汗がやべえわ。来いよ。みんな、リングフィットアドベンチャーやってさ、よく痩せるみたいなのあるじゃん。Wii スポーツのも多分十分痩せれるぞ。多分。クソチいわ、このゲーム。エアコンさっきまでつけてたからが問題なんだろうけど、オッケー、うますぎる。僕、全員もうまいからね。まあ、ゲーって言われてるから、このゲーム、多分。 ま、僕が勝手に考えたんだけど、さあ来いよ。来いよっていうか行くんだわ自、自ら。さあ。あと、なんだっけ。12月12日の2日後に、なんかね、Wii で発売されたゲームがね、ポケモンのバトルデボリューションっていうゲームなんだよね。なんか運命感じないなんかそういうところ考えると。すごいよね。でもに、15年前がさ、その、2006年って事実やばくないあ、2006年ってもうそんな前なんだ感あるよね。 あのさ、僕がさっきさ、いや、2014年に実はニコニコ見始めたんだよねって言ってさ、いや、お前めちゃくちゃ新入りやんって思ったかもしんないけど、みんな、2014年って7年前なんだぜ。みんな、7年前なんだよ。当時高校1年生だった奴らが、高校1年生って何歳だったけ ?15?15 15か。15歳だった奴らが、20、待って、15? 待ってね、計算ができない。ちょっと待って、今、スポーツやってからちょっとみんな静かにしてみんなで計算したよ。僕にやらせないでください。さ、あ40対00。よし。勝てるぞ。 今そんな頭働かないから。でも多分社会人とかになってんだよね。だからみんな、今何してる <laughs> みんな今何してる仕事とかやっぱやってんのかなおし、おしはい、うますぎあと1セット。任せてください。よーし、ガンガンいくぞ。てかさ、これからさ、Wii がさ、レトロゲーって呼ばれる。あ、僕、僕行いるのか,かっこいいよ。はい、効かない。そういう早いサーブとか効かねえんだよ。なぜって。 僕はそういうの慣れてるから。レシーバーのリテってマジで。異名、あ、ごめん。レシーバーのリテって異名があるからね。怖いよ。異名だからなんか分かんないけど。また頼むよ。相手早さぶってこなかった。なんで差別さあ。<laughs> まあ、しゃあない。熟練度49だ。ここで攻めるのはね、素人。ただみな、皆さん、僕、プロなので。あ、さあ、リテプロって書かれてたけど、これ自分で書いたわけじゃないからね。なんかね、なんだっけあのー、ウィースポーツさんが、なんかね、 勝手にプロってなんか、称号をつけるんだよね。なんか紛らわしいよね。さあ、だから熟練の線いかなくても、プロってなんか書いておけばなんかプロっぽくなるんだよね。さあ、任せてください。攻める鳥が来たりっからね。まだ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 。え、うん、ごめん。まだ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 。うん、ここうん、ここうん、ここうん、えー、ここ よし。<laughs> いいぞ、調子いいぞ <laughs>。さあ、終わらせよ、このゲームは。まだササーーティーティーだからあれなんだけど。ササーーティーティーって言うとさ、リピーターだよね。僕、エーペックスノーってよく言われてさ、病、あの、病院行った時にさ、あなたエーペックスノーですねって診断されたんだよねーー。ていうかさ、あれだよね、熟練の1000とさ、49ってあれだよね、多分ブロンズの2とさ、ダイヤの 1? ま、マスターぐらいの差あるよね <laughs>。そこにポンって配属されたマットめちゃくちゃ不憫だよね <laughs>。さあ、終わらせよ、このゲームは <laughs>。皆さん任せてください。 ここで決めます。ここで決めます。ここで決めます。<laughs> 決めさせて。お願い。ほんとお願い。もう疲れた。お願い。<laughs> もう一試合しかやってない。やばい、僕2セットが限界なのかもしかして、このゲームやるにあたって、2セットが限界説あるな。ごめん。任せて。相手詰め合ってきてるね。そんなことなかった。いや、爪やってきてる。ごめん、マジでごめん。ひ、今左肩が痛かった、今。うい。ごめん。OK? なんかに当たんなかった今。見えない壁に当たんなかった見たなんか隠れたとなんなかった <laughs> よーし。なんか自滅してくれた。あざした、あざした、あざした。よーし。このシーンのアウトだね。これ多分あれだ、部活とかだとコーチの後で怒られるやつだ。あざした、あざした、あざした。ありがとうございます。まあ、やっぱプロなんでね、こういう素人と一緒にいても、な、な、なん,なんで下がってんのなんでおい、俺プロはく奪されたんだけどなんで